じゃん。アンパンマンの消防車、消防車が2台。そしてアンパンマン号だね。アンパンマン号もあるよ。そしてドキンちゃん、ドキンちゃんにバイキンマン、バイキンマンもいるよ。バイキンマンの方がちょっと大きいね。そしてアンパンマン、アンパンマンにこれが、あ、ドキンちゃん、ドキンちゃん、大きなサイズのドキンちゃんもいたよ。そしてこれが食パンマンだね。食パンマン、ちっちゃなサイズ、こっちのサイズかな。いろんなサイズがいるんだね。そしてバイキンマン、バイキンマンもちょっとこっちの方がちっちゃなサイズかな。そして三角、三角に楕円、楕円とこれがプラスマークだね。プラスマークにこんなちょっとこっちの方がへこんでいる四角形、台形って言うんだよ。それからこれがお星様だね。お星様。じゃあアンパンマンたちが乗る場所がどこにあるのか探していこうね。よし、まずはこの消防車、この消防車には乗る場所があるのかな。ここのはしごのところをこうやって取り外してあげると、あ、これは運転席、運転席になったよ。これはトランシーバーかな。119って書いてあるね。そしてこのハンドル、ハンドルをこうやって立ててあげて、こうやって運転することができるんだね。そしてこっちの方には、あ、これはギアかな。ここのところに D とか N って書いてあるね。 D にすると運転することができるんだよ。そしてこれ、これが鍵になっている、鍵になっていて、こういう風にエンジンをかけて運転していくよ。よし、この消防車はアンパンマンたちを乗せる場所はなさそうだな。じゃあ元に戻していってあげるよ。よし、それじゃあもう一台の消防車、こっちの方にはあるかな。あ、ここのところになんかレバーがある。あ、レバーをこうやって下にするとこんな感じでくるくるって回るんだよ。そして、あ、これは鍵だな。鍵、鍵をこうやって開けてあげると中に入れるみたいだね。この中に入れる場所がここかな。ここ、この形を合わせてあげて中に入れていってみようかな。食パンマン、食パンマンはこれは四角だね。四角の形はここ、ここのところだよ。こうやって入るな。そしてこれがバイキンマン、バイキンマンの台はこんなギザギザになってるよ。ギザギザになってるのはここだね。ここ。そしてこのアンパンマン、アンパンマンは丸、丸だからこっちの方だね。こっちの方。そしてドキンちゃん、ドキンちゃんはこの1、2、3、4、5、6、六角形だね。六角形はここかな。ここのところにこうやって、そして中に、よし、こうやって入れていってあげられたよ。そしてこの前のところに運転席、運転席があるな。ここのところに誰が乗るのかな。よし、後ろの方から開けてあげて、誰を乗せてあげようかな。アンパンマン、アンパンマンと、あ、バイキンマン、2人出てきたね。よし、こうやって鍵をしてあげて、そしてこの横のところからこんな感じで運転席が動くんだけど、前のこの大きな窓のところからこうやってアンパンマンとバイキンマンを運転席に乗せたよ。こうするとくるくるって回るんだね。面白い動きだね。
よし、それじゃあこのアンパンマン号、アンパンマン号にもこんな穴が開いてるから形合わせして入れていってあげようかな。まずはこれ、これは×印プラスのマークもいいのかな。よし、ここからこうやって入れてあげて、そしてこれ、これは楕円の形だね。ここかな、ここのところにこうやって入れたよ。そしてアンパンマン、アンパンマンはこれ丸の形だよね。この楕円のところからは入れない。丸のところはここだな。ここのところからこうやって入れてあげて、そしてお星様のマーク、お星様のマークはどこにあるかな。ここかな、ここのところにこうやってよし入れてあげて、そして三角、三角のマークは今度はこっちか、ここだな。ここのところからこうやって入れて、そしてこんなちょっとへこんだ台形の形だね。台形の形はここだね。ここのところにこうやって入れてあげて、そしてバイキンマン、バイキンマンはこんなギザギザの形だよ。ギザギザの形ここにあったね。こっちのお星様じゃなくてこっちの方だよ。こうやってバイキンマンも入ったな。そしてあ、ドキンちゃん、ドキンちゃんは 1,2,3,4,5,6 六角形の形はどこにあるかな。ここかな、ここのところからドキンちゃん入ってもらって、よし、アンパンマン号もみんな入ったよ。